名物の旧坂は各馬の底力が試されます。 CBC 賞 1200m、 まずまず揃って飛び出しました。果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのは5番テリウムスパーダ、ヤスパークローネ、ぐーんと上がってまいりました。それから8番マッドクール、スマートクラージュ、その外サンライズオネスト、内を通りまして1番吉野イースター、4番サンキューユーガ、それからアビエルト、そしてその後ろからデビナシオン、トラベツーラ、そのうち2番大西アベニール。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。マッドクールは3番手といったあたり、先頭ダンノとジャスパークローネ懸命に手を動かして、富田と吉野イースター、3番手に吉野イースター、先頭坂井とマッドクール、アビエルと先頭に立った、大外から強襲ティラベスーラ、ティラベスーラが襲いかかる。しかしびっくりだ、なんとなんとアビエルトが1着。2着、9番、3着、1番以上のように確定しました。